おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は片岡さやボリューム3トレーディングカード1ボックス開けたいと思います。はい、ということでアイドルカードなんですがこんな感じですね。なかなかこの辺は当たらないですね。どうなるでしょうか。では1ボックス開けたいと思います。もう第3弾ですか。なかなかね、新顔のアイテムが欲しいものですが、応募券ね、もうこれは期限が切れてますね。はい、ではですね、左の方からいきたいと思うんですが、ちょっと触ってみて、やっぱ12枚入ってるだけあって、あれですね、分厚いですね。では行きましょう。1ボックスでフルコンプはできないんですが、インサートカードは入っていないのでね、2ボックス買うと揃う可能性もありますよね。では裏面はこんな感じですね。はいはい、これちょっと熱いかな。さっきより熱いような気はしますね。はい。どうだろう。どんなレアカードが当たるのでしょうか。生写真かな。40じゃん。はい、フォトカードですね。生写真カードかな、これですね。レアカード、生写真カード。はい、では左側最後です。じゃん。はい、じゃあ右側の方行きますね。下の方から開けましょう。髪切ったんですね。昔はね、長い髪だったんですけどね。子供の頃からね、芸能界やってたんでね、この子は。はい、これもなんか分厚いかな。1ボックスにレアカードは2枚以上だそうですね。1パック1000円ですね。1000円税別、12枚入りです。なんかサインかな。60、お、キスカード、キスカード出ましたね。はい、いいですね。あ、そっか、生キスが出ました。
はい、最後はこんな感じですね。24番でした。はい、以上になります。レアカードはこの2枚ですね。生キスカードと生写真カードでした。生写真も少ないですね、枚数が40枚なんで。うん、いいですね。はい、醍醐味が味わえるアイドルカードでした。はい、ご視聴ありがとうございました。また開封動画あげますのでよろしくお願いしますね。それじゃあコメントもお待ちしております。それではさよなら。